はいどうも皆さんこんにちは。ウィッチズハート知られざる過去、魔女ドロシーの秘密完結編、続きからやっていきましょう。さあついにデイ4ですよ。ここで全てが決まると言っても過言ではございません。ここからか。ノエル、わ、おい、もしかしてさっきのアーシェの件かしら。アーシェ、別にどうでもいいでしょう、あいつのことなんて。そんな事実知ったところで何だって言うのよ。そもそもお前がこんなことになってるのは誰のせいだと思ってるのよ。僕はアーシェの気持ちがすごく分かってしまって。はあ？でも人殺しなんて絶対にダメだ。ダメだよ。あのね、ノエル、一つ言っておくわ。お前以前私に魔女の心でもっと過去に戻ることはできないのかって聞いたことがあったわよね。あったね。もっと前に戻れたらって思って。でその時に私言ったと思うんだけどさ、因果の修正は昔のことであるほど難しいのよ。あまり前のことだとうまく過去に戻れるかどうかすらわからないわ。しかもあいつとお前の条件は違う。万が一あいつが魔女の心で時間を操作できることに気づいたとしても、戻れるのは一回きり。そんなのとてもじゃないけどうまくいくとは思えないわ。だから断言してあげる。アーシェの願いを叶えることはできない。無理よ、絶対に無理。確かに可能性はゼロではないかもしれないけれど、不可能と言っても過言ではないわ。でも可能性があるんだったら多分アーシェはお願いするんじゃないかな。無理。シャルは無理だと思うよ。っていうかいい加減諦めたら？どうせ役立たずなんだしさ。あんたにあの子は救えない。救わせない。もっと苦しめ。あんたが諦めるまで追い詰めてやる。なんでお前がそんな顔するのよ。なんだかまるで自分に言われてるみたいで。お前なんか無理だって。あいつのことを考えるのはもうやめろ。いい加減理解しな。
あいつはお前の敵だ。お前が願いを叶えるための害にしかならない存在だ。最悪の場合は殺すしかない。殺す。ああ、またそれだ。殺せばいいんだよ。本当に嫌になる。殺す、殺す、そればっかり。それが無理なら、その魔女の心を使ってアーシェの記憶を消すって方法もあるわ。アーシェの記憶を。ま、そんなことにこんな大事なものを使うのはどうかと思うけど、殺さずには済む。それにウィラルドの方が話は通じそうだしね。どうかな、今彼ちょっと人と話してないからな。方法なんてね、考えればいくらでもあるのよ。いいかしら、クレアはまだ生きている。時を遡ることには成功してる。ここまではうまくいってるのよ。アーシェと違ってお前はどうにかできるかもしれない。なんだか頭がぼーっとする。一体何を選ぶのが正解なんだろうか。きっと手段ならいくらでもあるんだと思う。もしかすると悪魔たちの言う通り、人を殺すことが一番いい選択なんだろうか。クレア、僕のヒーロー。本当に人を殺すことが最良の選択なんだろうか。それで君ならどんな結末を望むんだろうか。どうなるの。さてっと、これからどうしようかな。え、何する。ちょっと一旦セーブしておくか。さあやりますか。あ、上には上がらないと。まあさすがにそうだよね。部屋の外に出るのはやめておこう。あ、これクレアちゃんが書いた紙じゃない。何書いたんだろう、2時間かけて。そういえばクレア君、何書いてたんだ。へえ、猫にお花にお菓子。ほんと頭ん中お花畑だね。あれ、これは。ノエル君、いやパトリシアじゃないか。ヘクシュン。はだけてるよクレアちゃん。
クレア君？パトリシアちゃん。まあ、かっこノエル君ね。仕方がないな。一緒に入るか。ちょっと、風邪ひくよ。泣いてる。え？泣いてる？おばあちゃん、ごめんなさい。おばあちゃん、ああ、世話が焼けるね、本当に。ここでセーブ？最終決戦があるのかな？アーシェ君もウィラルド君もとってもいい顔になったね。にゃはは、魔女の心を前にするとあいつらどんどん歪んでいくね。ここから先どうなるのか見ものだにゃ。まあ私はいつも通りの展開になると思うよ。にゃあの二人を見てると戦場にいた頃のことを思い出すな。まともな神経を持って人を殺そうとするとね、自分の精神も心もズタズタになるんだよ。だから勝ちたければ感情なんて持ってはいけない。人の心を捨てるしかないの。自分の能力、置かれた状況を理解し、どうやったら自分に有利に戦えるか判断する。戦場では基本だよね。命を懸けた戦いは狂気に飲まれた方が強いの。狂気によって本来の能力以上の力を発揮できることもあるわ。魔女屋敷でのこれまでの戦績は知ってるよね。この戦場で情なんて持ってしまったら勝てないどころか下手すると死ぬよ。なるほど。なんかよくわからないけれど、頭がイカれてる方が強いってことね。まあ、ライムちゃんとかね。さてさて、ここからどうなるか見ものだにゃ。もうあの二人は動きはしないのかな。ジゼルちゃん、今回はあまり動きが少ないですね。もしかして契約書のありかに気がついた？いや、まさかそんなことある？おーい、クレア君、時間だよ、起きて。
ございます。交代ですよね。起こしてくれてありがとうございます。ああ、ねえクレア君。何ですか？君にさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。私に？君はもしかしてドロシー様のこと覚えているのかい？おばあちゃん。ノエル君からは忘れてるって聞いたけど、もしかして思い出したのか？ドロシー様のこと。そうだ、ノエル君といえば、あの絵。君が描いてた絵、あれパトリシアだよね。パトリシア。もしかして覚えているのかい？パトリシアのこともさ。パトリシア、絵の女の子、夢によく出てくる。シリウスさんとの記憶の中にも出てきた。パトリシア、パトリシア、私たちは確かあの記憶よりも前に。クレア君？あれ、パト…どうした？おい、なんで？え？クレア君、クレア君、おい、クレア君。なに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 ？え、なに？この音。もしかして誰かがこの部屋の鍵を開けようとしてる？次から次へと。どっち？そしてクレアちゃんはどうしたの？クレア君、クレア君、クレア君。おい、クレア君。マジなんだ？全く起きる気配がない。どうしよう。多分これから誰かが部屋に入ってくる。こんな方法で解錠しようとしてるんだ。きっとまともな理由でここに来たわけじゃない。このままじゃクレア君の命が危ないかもしれない。何かいい方法はないのか？何か、何か。行っちゃうの？ダメだよ、その部屋は。そうだ、あの部屋。ダメだよ。嘘でしょ？なるほどね。やっぱり君が来たか。こんな時間になんて方法で人の部屋に入ってきてるんだい？シリウスも危ないよ。なんだこいつ、なんて顔してるんだ。ものすごい殺気を感じる。
これはやっぱり。何でも願いを叶えることのできる伝説の秘宝、魔女の心。それはさ、君の心臓なんだろう？魔女の心。どう戦うの？クレアさん、ここにいるんですよね。勝手に人の部屋に入ってきて、第一声がそれ。君さ、ほんとふざけてるのかい？おお、怖い怖い。しかし、不自然に布団もありますし、彼女の部屋にいなかったので聞いてみたんですが、その反応は当たりみたいですね。怖いのは君の方だよ。ついに本性を表したな。さあ、彼女を出してください。そうすれば、あなたの命は取りませんよ。少年、その老いぼれをこちらによこしたまえ。ん？死にたいのか？あらら、えらく好戦的ですね。クレアさんを差し出した方が絶対に楽なのに。どうしてそこまでして彼女をかばおうとするんですか？こいつにはきっとわからないだろうな。あんな風に何もできずに誰かを失う気持ちなんて、僕はもうあんな思いは。こいつの薄ら笑い、見てるだけで寒気がするほど腹が立つ。なんだよ、なんなんだよ、何がそんなにおかしいんだよ。こんな風に人から取り返しのつかないような大切なものを奪ってまで、本当に自分の思い通りにしたいのか？本気でそう思ってるのなら絶対に許せない。僕の力じゃこいつにはかなわないかもしれないけれど、こいつの思い通りにだけは絶対にさせたくない。何セーブですかこれ？何セーブですか？戦うんだよねきっと。うおっ、いた。え、待って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 、もうやばいんですけど。私は何で応戦すればいいの？やばい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 。え、私何で応戦すればいいの？